初代バイロン男爵ジョンバイロン初代バイロン男爵ジョン。バイロンは、新京都革命期のイングランドの貴族、軍人、政治家。内戦中は、王党派として、イングランド王チャールズ一世を支持して、議会派と戦った。1599年、ノッティンガムシャーのニューステッドアビーで同盟の、サージョンバイロンとアリスモリニュー夫妻の長男として、誕生。父方の祖父で、 ノッティンガムシャー選出の庶民委員議員も同盟のジョン・バイロンである。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで教育を受け、1625年9月28日に亡くなった父の後を継いだ。1624年と1626年にノッティンガム庶民委員議員に選出、1626年にチャールズ一世即位を記念してバス勲章を授与。 1628年には、ノッティンガムシャー庶民院議員に選出された。また、1634年にノッティンガムシャーのシェリフを務め、1641年12月から1642年2月まで、ロンドン党総督を務めた。しかし、1月に、チャールズ一世が、長期議会の指導者5名を捉えようとして失敗すると、バイロンは、民衆の怒りの対象になり、 庶民委員から総督解任の決議を言い渡されたことに抗議、議会派のフィリップス・キッポンが率いる民兵団と船のりたちに陸海ともにロンドンとを包囲され議会に譲歩したチャールズ一世により総督を解任された。8月に第一次イングランド内戦が始まると手勢を率いてオックスフォードを占領、略奪して9月10日に オックスフォード大学の金のノベイタや金銀食器などを運び出し、ウスターでチャールズ一世の多いルパートの軍勢と交流した。この時議会派の軍と遭遇23日にパウィック橋の戦いが発生し、ルパート側が勝利した。1643年7月13日のラウンドウェイダウンの戦いでは、ルパートの弟モーリスが率いるラルフ・ホプトンへの援軍に加わり、 ウィルモット男爵ヘンリー・ウィルモットと共に、騎兵隊を指揮、ウィリアム・ウォラーの議会軍と戦いアーサー・ヘジルリジの騎兵隊を破り勝利につなげた。9月20日の第一次、ニューベリーの戦いにも参戦、先行で10月にバイロン男爵に除され、貴族に劣勢られた。だがチェシャーとランカッシャーの解放及び、アイルランドからの機関部隊の受け入れを命令されたが、12月に、 チェシャーの教会へ逃げ込んだ議会派兵士たちを虐殺したため人望を失った上、年1 6 4四年一月二十五日の南東トウィッチの戦いで議会派のトーマス・フェアファクスに敗れそう崩れとなり、機関部隊が捕虜になった後に議会軍に編入される手痛敗北を喫した。チェシャーへ逃れた後は、ルパートと合流して七月二日のマーストン・ムーアの戦いで右翼を指揮していたが、 オリバー・クロムウェルが率いる敵機体に惨敗した。戦後は、チャールズ一世からチェスター守備を命じられたが、議会軍に包囲され、飢餓に苦しみ、反抗的な住民に悩まされ、応答派からの援助も受けられず、孤立、1646年2月3日に、チェスターを議会軍に奪われて降伏した。1652年、亡命先のフランス・パリで死去。 子供がなかったため弟のリチャード・バイロンが借りを継いだ。最初でラウオーダンシャク、トマス・ウェストの娘セシリアと結婚、次に、キルモリー・シャク、ロバート・ニーダムの娘エレノアと再婚した。画家、ピーター・レディーは美人だったエレノアを聖カタリナとして描き、サミュエル・ピープスの日記によるとエレノアは、チャールズ2世の17番目の愛人とされる。バイロン、ジョン。 エイケンブリッジアランナイデータベースユニバーシティオブケンブリッジ A.B. ガードナー P 百八十四ウェッジウッド P 三十九 P 四十四 P 四十八 P 五十四 P 五十八タムラ P 七十一 P 七十二ウェッジウッド P 百十三 P 百十五 P 百十六 P 二百二十九ガードナー P 八十八 P 九十二タムラ P117、清水、P76、P77、ウェッジウッド、P229、P274、P294、P348、ガードナー、P364、P365、P413、P414、P420、P489、P491、ウェッジウッド、P513、P515、 P549P550P559 ホイートリー1893ダイアリーオブサミュエル・ピープス26エープリル 1667& エンドノート6ありがとうございます